はい、このようなタイトルで生体分子の立体構造データに触れてみるというそういう話をしたいと思います。で、資料プレゼン資料の右上にある黄色い数字がですねページ数なんで、皆さんこの講義の間別によそのページに見に行っててもいいようなノリでやっていきたいと思うんですが、戻りたいときにですね画面の右上の黄色い字を見ればお手元にある資料のページ数と対応しています。で、資料では一応 Firefox を使おうというふうに書いてみたんですが、今確認したところ、さっき確認したところインターネットエクスプローラーでも大丈夫です。画面はインターネットエクスプローラーでやりたいと思います。で、下にある、Java 実行環境というものですが、これも確認して大丈夫だと思うので進めたいと思います。また使うときにいろいろ説明したいと思います。で、この講習なんですが、PDB というデータベースとですね、私たち PDBJ という日本の PDB の、チームの、紹介をさせていただいて、その後、データを触るということで実際にそのよろずみという僕が開発しているウェブサービスを、ウェブの、ウェブサーバーを使って、ちょっと遊んでみたいなということをします。でですね、この講習なんですが、せっかく皆さん前に立派なパソコンがあります。なのでなんかお勉強したりとかですね、知識を積み上げたりとかいうよりは、実際に手を動かして自分の目で確認するという手と目で、なんか体験できることにしようとしています。普通構造立体構造の勉強というともうすごい小難しいデータの説明から始まると思うんですが、今日はそういうところをすっ飛ばしていきたいと思います。で、今日想定する聴衆なんですが、皆さんアンケートを見させていただきました。もう全然皆さん構造データ触ったことがないという方が多いということを理解しています。ちょっとここで質問したいんですが、タンパク質に関わった研究とか実習とか受けたことある方、そういうことも全然されてないという方は、じゃあ皆さんタンパク質は多くの方が分かるということでいいですね。じゃあそういうことで進めたいと思います。で、私、鈴木博文と言います。今はですね PDBJ のスタッフとして、タンパク質研究所のスタッフとしてデータベースに関わる仕事をしているんですが、以前は、電子顕微鏡を使った構造解析をやっていました。で、最初の朝の中井先生の説明でこの講習会はウェットとドライをつなぐって言ってたんですが、僕もなのでその頃はどっちかというとウェットな仕事なんで、ちょうど今日は僕ここに来れてよかったなと思っています。でですね、今はその PDBJ で、今日の講習とはちょっとずれているんですが、電子顕微鏡のデータベースに関する仕事が本職です。で、今から後半の方でウイルスの話とかですね、薬学のっぽい話するんですが、あまり専門じゃないです。なので、そういう人が喋ってると思って聞いてください。で、あとですね、先生って呼んでいただいてるんですが、僕先生じゃないです。何が言いたいかっていうと、こういう講習でですね、年に何回かこういう講習させていただいてるんですが、皆さんがついて来られてるかどうかなかなかわからないんですね。プロじゃないというか、なのでそうとは言ってもあまりゆっくりこうやっていると退屈な時間になってしまうので、ついて来られないとか、もうちょっと待ってっていう時、なるべくこうアピールしてください。手を挙げるなりして、で、すいません、スタッフの方ももし誰か手を挙げてて僕が気づかなかったら教えてください。で、そんな風に進めていきたいと思います。じゃあ最初ですね、 PDBJ の紹介から。 PDB って皆さん、もう一つ質問させてください。 PDB ってご存知ですかね。 PDB 知らない方という知らないという方はいたら、分かりました。はい、どうもありがとうございます。頑張って広報していきたいと思います。PDB っていうのは2つの側面があります。すいません、座らせていただきます。PDB っていうデータベースは世界でたった一つで、もうこれしかないです。タンパク質の立体構造を扱っているデータベースはこれしかないという側面もあります。で、とても厳重に隠されてまして、とても厳重に管理されています。で、もう一つの側面はですね、 PDB みたいなデータベースはもう世界中にいろいろあります。で、簡単に手に入って、好き勝手に利用することができます。で、勝手に公開して自分のアレンジした PDB をもう世界中に公開することもできますという、なんか2つの相対する側面があるんで、その
それぞれについて話していきたいと思います。でですね、PDBU っていうのを調べてみようと思ったときに、皆さんも今時だとですね、知らない単語に出会って知りたいなと思ったら、もう、ウェブで検索することがほとんどだと思います。で、PDB って知りたいなと思ったら PDB をググるっていうのが一般だと思うんで、ググってみましょう。ググるって言ってますけど、まあ IE だと Being ですね。で、PDB って探してみましょう。 PDB、 せっかく皆さん目の前にパソコンあるんで、実際見てみてください。あ、そうか、これ検索結果が来ないな。 PDB、 PDB って探すと、まあ Bing でも、そうですね、 PDB のデータベースが、上位に来ます。で、ここでですね、最初にヒットする RCSB プロテインデータバンクっていうのはですね、アメリカの PDB です。で、僕ら日本の PDB、 PDBJ というのはですね、2つ目ですね。これ悲しいことに、さっきの NCBI の話じゃないですけど、この辺はお金の問題だというふうに感じていただけたらと思います。で、で、皆さん知らない単語に出会って検索した後に行く場所っていうのは大抵ウィキペディアだと思います。ウィキペディアに行ってみましょう。ちょっと上位にあったはずなんですが、どこだったっけ。Wikipedia。 Bing だと上位に来ないですね。 Wikipedia で、まあこんなページに来ますね。 PDB って僕らの PDB じゃない PDB もたくさんあるんですが、これですね、タンパク質構造データバンクが PDB の、今から話す PDB のことですね。でも、僕の話聞くよりこれ読んだらもう完璧なんですが、まあ、僕の話を聞いてください。ここにあるようにですね、まあ押さえておいていただきたいことっていうのはもうそう多くなくて、要するに立体構造を蓄積しているデータベース、公共のデータベースであるという点です。立体構造というのは、タンパク質という名前がついてますけども、生体高分子ですね。タンパク質も糖も、核酸も脂質も含まれています。で、資料の9ページ目ですね、歴史のことについてこの、ウィキペディアのページに書いてあります。これが今から説明したいことですね。始めたのは1971年ブルックヘブンの国立研究所で始まったわけですが、まあ、いろいろお金関係のトラブルがありまして、 RCSB というところに、今というかその後移管されて、その後ですね、アメリカが一カ国でやるのはちょっとまた何かトラブルがあった時とか、天災があった時とかに、対応できない、これ大事なデータベースですので対応できないので、世界中で何拠点かでやりましょうということになって、今日本はアメリカ、欧州ですね、にまたがってやっています。その日本が私たち PDBJ です。なので、その私たち PDBJ というのはその NBDC の一員でもあるんですが、ここに書いてあるワールドワイド、PDB という、それの一員でもあります。というわけで、そうですね、ここに示しているように、まあ、ここでは4つの拠点って書いてあるんですけども、1つは BMRB という、また PDB が管理しているもう1つ別のデータベースの話もここに入っているので4つの拠点となっているんですが、場所はアメリカと欧州と日本で、今この後増えていく予定なんですけども、今は3拠点で PDB を運営しています。で、ウィキペディアにさらにですね、こういう文章があります。 WWPDB の役割は PDB の生体高分子の3次元構造を蓄積した単一のデータベースとの保守と、ダラダラというふうに書いてあります。それが私たち WWPDB です。で、その WWPDB っていうのは、まずデータを集めるとこと、というそのデータの入手先は世界中の研究者ですね。で、世界中の研究者から集めるというのが、ちょっとこの辺分かりにくいかもしれないので補足しますと、生体高分子の構造データというのは、似たような構造解析をするときにとても、
前の人がやった研究成果というのは役に立つんですよね。なのでそのしかも研究一つの構造解析の研究にはとてもたくさんお金がかかるので、100万1000万のお金が一件につきかかるので、どうしても皆さん隠したいわけです。 あんまり公表したくないわけですね、自分たちが構造解析したの。でもそうみんなが隠していると研究が進まないので、公的データというかもう生態構文子には PDB が名指しで指定されています。多くのジャーナルとか、研究機関、研究もらう研究資金ですね、もう PDB に登録するということが義務付けられています。なので、PDB にどんどんデータが集まってきます。で、その登録とデータ来たデータを検証したり品質管理したりするのは、各拠点で分担してやっています。でその後たった一つの共通のデータベースにしています。で、登録された新規データは、公開日が来るまで、厳密に厳重に非公開にしています。これは先ほど の登録のインセンティブの話とつながるんですが、もうその大学の機関だからそんなちゃんとした、セキュリティないだろうと思われるかもしれないですけれど もう特別の部屋で、特別の鍵のかかった特別の部屋で専門のスタッフが管理しています。で公開日が来るとですね、ノリが一変します。これは世界同時公開です。毎週水曜日にその週に準備できたデータが、日本時間だと9時ですね、グリニッジ標準時の0時に公開されると、そのデータは今度はパブリックドメインになります。もう、何に使っても構わない、お金儲けしてもいいし、もう世界征服のために使ってもいいというデータになります。という人類の財産です。で、そこからはですね、もうどう使ってもいいので、その PDB の各拠点ですね、もう、日本アメリカヨーロッパそれぞれの、拠点が独自に作ったツールやですね、独自に作ったユーザーインターフェースを使ってユーザーに公開しています。でデータそのものもは、共通のたった一つのデータベースなんですが、各拠点独自に注釈を加えたりもしています。ということで先ほど2面たった一つしかないというのと世界にたくさんあるというのが分かっていただけたと思うんですが、さらにですね、PDB のデータ10万件ぐらいあるんですが、全部一括で持っていくことまでできてしまいます。で僕らとしては皆さんどんどん使っていただきたいので、それが僕らの成果でもあるので、まとめてダウンロードしていただくことも可能です。でもうまたウィキペディアからの引用になるんですが、 PDB から発生したデータベースとプロジェクトは非常に多く、タンパク質の構造機能進化それぞれの側面からなんだらだらという説明ウィキペディアに説明していただいています。それがその PDB に似たデータベースがたくさんあるという話につながるわけですね。で、そのたった一つしかないデータベースを、僕らが好き勝手やっていいわけじゃなくてですね、その、諮問委員会、アドバイザリーコミティというのがあります。で、毎年これは世界中の構造解析やバイオインフォーティクスの研究者が集まって、PDB の運営方針がそれでいいのかという厳しいご指摘を受けるわけですね。今年も、来月に迫っていて準備で僕ら大変な思いをしていますが、こういう、厳しい専門家たちの目によって管理されているわけです。で先ほどから僕らの PDB っていうふうに言ってるんですけど、その僕らっていうのはですね、人類のことだというふうに受け取っていただけたらと思います。というわけで PDB の、説明短くしてみたんですが、まあじゃああまりこれ以上脳書きをだらだと垂れるのもなんですので、早速使ってみましょう。先ほど検索した2番目にあったですね、検索結果はどっか行っちゃったかな。PDBJ のページに来るとこんな風ですね。環境によってよくわからないんですが、なぜだかこれ英語になってます。で日本語にするのはここに日本語ってクリックするとできますので、英語の方がいい方は英語にすることもできます。一応こう 4つ言語を選べるんですが、日本語と英語以外はちょっとプアなのでご了承ください。そうですね、さっき各拠点で独自の
サービスって言ってるんですけども、この日本語に訳している点は僕ら PDBJ の頑張っているところです。でどんどんいきましょう。20ページ20ここだ、すいません。で、このページの使い方なんですが、ちょっと独特の見た目ですんでね、分かりにくいかもしれないですね。簡単に説明しますと、今画面、皆さん見てる画面もしかしたらこういう風になってるかもしれないです。左側にメニューっていうですね、ハンバーガーメニューって最近こういうの呼ぶらしいですが、3つ線があって、これパン2枚と真ん中のハンバーグのことなんですかね、ハンバーガーメニューって言います。こういうのがよく最近ウェブサイトとか Firefox とかついてると思います。これメニューって開くと出てきますし、ブラウザが十分大きくなると勝手に出てきたりします。なので、まあ、あまり見た目気にしないでください。で、こういう三角マークはですね、ポチッと押すと開いたり閉じたりします。で、パネルの場所は勝手に動かすことができます。動かすと多分覚えておいてくれるんじゃないかな。ちょっと環境によって違ったりしますが、はい、でちょっとごめんなさい、順番前後してますが、17ページ目ですね、ヘルプっていうのがここにあります。まあ、何事もこういうツールを使うときっていうのは、分からなかったらヘルプとか、それでも分からなかったらお問い合わせっていう、こうね、作者のメールアドレスが書いてあったりするわけです。ここは、お問い合わせは、僕らにメールが届くようになっているので、もしその構造データに関して聞きたいことがあったら、聞いてみてください。僕もメールを受け取って頑張って答えようと思います。で、そうですね、一番上にデカデカとある、ここがキーワードを入力するところですね。キーワード検索をする場所です。早速、資料で19ページ目になるんですが、キーワード検索をしてみたいと思います。で、この検索ボックスですね、日本語に対応しています。PDB のデータはその世界共通で、英語で、まあ、人の名前とか以外は英語で記載されているんですが、ここでは日本語を使うことができます、はい、まあそうですね、一応資料では連鎖給金というのを、載ってるんで、これ調べてみましょう。そうすると、まあだらだらと、ちょっと変わったインターフェースですが、PDB のデータは1594件ヒットしてますね。この資料を作った時よりもだいぶ増えてます。で、あと PDBJ がいろいろ提供している情報のウェブページが8件あります。これは教育向けのサービスとかも私たち作っていますので、そういうページもヒットしています。あとステータス検索っていうのはですね、これもうすぐ公開になるというか、ちょっと事情があって今公開できないけども、一応ストックされてるしますよという、タイトルとか最小限の情報だけあるステータスですね。そういうのもヒットしたりする。であと、化合物、化学物質のデータベースも PDB に登録されている化学物質のそのデータベースですね。そういうのもあります。で今はヒットしませんね。で、さっきリンゴを検索するという話があったね。こうリンゴを打ってみましょうか。リンゴ、はい、結構ヒットしますね。75件で、変換クエリというのがここにあってですね、これははい、このリンゴっていうのを私たちのデータベースで検索するときに、この2つのアップルかマールスドメスティカを使って検索したという、このどちらかにヒットしたものが表示されているということですね。で、資料24ページ、でこの検索結果っていうのもごっそり一個一個目で見るのも面倒だし、ごっそり持っていきたいというときは検索結果をダウンロードすることもできます。これ右側のパネルにある検索結果をダウンロードですね。で、押すと
まあ、どういう形式でどういう情報が欲しいのかとかですね、いろいろ答えてダウンロードすると、ごっそり手に入れることもできますし、もうそのまま、コンピューターのプログラムで使いたいっていうか、コンピューターのプログラムからアクセスしたい場合は、ヘルプを読むとウェブサービスのことも書いてあるんで、バイオインフォマティクスの、マニアの方はそういう使い方もできます。で、検索結果ですね、さっき連鎖給金の話でもあったんで、ちょっと資料に合わせて戻ります。連鎖給金をもう一回検索し直しますと、探してこのデータを見てみようかなっていう時ですね、1BXT を見てみようかなという時に、すいません、これ ID の説明をするのを忘れてしまいました。 PDB の全データというのは、資料に ID の説明も21ページですね。 PDB のデータは、全部4桁の ID が振られています。で、1文字目が数字じゃないといけなくて、残りの3文字は、数字かアルファベットですね。こういう、ID が振られていまして、ネイチャーとかサイエンスとかの論文を見るときにでも、すべての、まあ、この手の論文を見るときは、その PDB の構造が引用されていたら、この ID が必ず書いてあるので、この ID を入力すれば、例えばここの検索窓に、さっきの 2B4T だっけ、1BXT で全然違う、1BXT と打つと、1BXT と打つとそのページに行くことができます。今さっきは検索結果からここに飛んだんですが、こういうふうにその論文を見たりしてて ID を見つけたら、こうやってデータに実際にアクセスすることもできます。でですね、これ今ウェブページではこの 1BXT の文字は大文字で書かれているんですが、 PDB の決まりでは別に大文字でも小文字でも、区別しないということになっています。これちょっとややこしいんですが、 PDB のデータの中身に関しては大文字小文字が、意味があったりするものもあるんですが、今日のここの ID に関しては、 PDB の ID に関しては大文字小文字は区別されません。でですね、検索結果から、個別のページに行くときは、まあ、画像のところをクリックするなり ID をクリックするなりしていただいたらここに来れます。で、検索結果の上の方ですね、資料28ページ目になります。話前後してすみません。で、今見てるのはこのデータの概要ですね。概要と、あと、検証レポート、私たち PDB の組織が、作ってるこのデータを検証したレポートですね。そういうのも載っています。で、今見てるのが概要で、上の方にタブが並んでるんですけども、鎖ごとの、登録されているポリマーごとの構造情報とか、どういう実験でこれが解析されたとか、まあ、見ていったらいいですね。こういう構成要素、構造の情報ですね。あと実験情報、どんな実験をされてしてこういう構造が解析されたのか。あと機能部位っていうのは、化合物の結合部位のリストですね。そういうのが、あと他にも他のデータベースで部位が特定されているとここに載ったりします。あとは、まあ、似たようなタンパク質を探したり、このデータそのものをいろんな書式でダウンロードすることもできます。で、ページ、これ概要ページを見たものですね。右側に、パネルがありまして、その辺からダウンロードしたり構造を見たりするリンクもありますね。ダウンロードはここに行かなくても、すごいいっぱいあるな、ここから、することもできます。で、実際その3次元構造なので、見てみるのが一番なんですが、僕はもう強く勧めるのは、
構造っていうのは理解したりするもんじゃなくて見るもんだと、強く訴えたいので、とりあえず構造ビューアーを使ってみるというところに行きましょう。で、右側にですね構造の絵があるんですが、ここから、その31ページ目で非対称単位とか生物学的単位というのが書いてあります。これちょっと後で詳しく説明したいんで、今はまあ軽くなんか適当に開いてみてください。ヘルプで、ここでですね、構造ビューアーは複数あるので、そうですね、32ページ目に説明してあるんですが、まあ、モルミルというのを使ってみましょう。MOLMILというのですね。で、構造ビューアーが開くと思います。まあ、これが今登録されている構造ですね。で、こういうビューアーって あまり使われたことないというふうにアンケートでお聞きしたんですが、大体操作で共通するのは、マウスをのドラッグっていうんですかね、こうクリックしたままぐりぐり動かすと、その方向に回すことができます。で、この皆さんのマウスの真ん中にくるくる回るホイールがついてるんですが、それで拡大縮小できたり、しますし、まあ、もうちょっと難しい使い方はヘルプをいったらいいんじゃないかと思います。で、資料には何種類か他の構造ビューアーの説明もあるんですが、まあ今日はとりあえずモルミルで見たということでいいと思います。で、このモルミルっていうのはですね、私たち PDBJ が開発しているビューアーでして、モルっていうのはモレキュールの分子で、ミルっていうのは日本語のミルから来てますが、作ってるのは僕の前に座ってるオランダ人なんですが、日本製のオランダ人が作った日本製のビューアーです。そうか、一応そうですね、 JV も触っておきましょう。モルミルを一回閉じて、構造の開くところですね。 JV がないな、あれ、じゃあ構造の JS モルを開いてみましょう。これは、JMOL、JSMOL というのはですね、もう世界で一番有名なこう構造ビューア、ウェブブラウザーに貼り付けられる構造ビューアとして一番有名なものです。ちょっとこれは遅いですね。後でこの辺説明したいと思います。こういう他にもいろいろビューアはありますよということを、なんとなく覚えておいてください。これスピードとても遅いんですが、解析したりどこに何があるのっていう調べたりするのはとても高機能です、こいつは。はい、30分経ってるか。で、資料の方、より高度な情報という、37ページですね、そっちに移りたいと思います。で、個別ページですね、今さっきまで見てた 1BXT の個別ページ右側にですね、まあ、他のエントリーでもいいんですが、他のデータベースへのリンクがあります。で、最初に構造データベース世にたくさんあるよという話をしたんですが、まさにこういうデータベースがたくさんあります。で、まあ、これは構造データベース以外にもユニプロット、これはタンパク質の情報のデータベースですね。あと PFAM っていうタンパク質のファミリーのデータベースだったり、私たちが開発している、F サイトとか、そういう他の表面構造とかプロモード、基準振動解析とかいろんなデータベースがある、そういうのに、リンクが貼られています。で、よろずみですね、っていうところ後から、これを使って遊びたいと思っているんですが、これが僕が開発しているウェブサイトです。で、
その今見てたパネルの上の方ですね、39ページ、あの資料の39ページ目、ブラウザでいう右上のパネルですね、ここにダウンロードというところがあるんですが、ダウンロードと言いながら、この下向きの矢印のアイコンはダウンロードなんですが、左側は、画面に表示することができます。でこれあのこのウェブサイトを作っている人が非常にマニアでですね、いろんなウェブページ表示用のおしゃれなですね、表示をしてるするような機能をつけているんで、まあ見るだけならこっち使った方がいいのかもしれないです。で今開いてみたのは配列情報ですね。このタンパク質が、こういう配列の書き方ファスタって呼んでいるんですが、配列情報をファスタで持ってくることもできます。もちろん普通にテキストとしてダウンロードすることもできます。で、資料41ページ目に行って構造情報を見てみましょうということですね。41ページ目、構造情報のタブを、クリックすると、この構造データの、どんなものが含まれているかっていうのが出てきます。でこのデータはちょっと字が小さいですかね、見えますかね、皆さんのスクリーンか。ちょっと拡大してみると、拡大するとちょっとレイアウトが変わるんですが、分かりにくいなこれ。戻します。ちょっと小さくてすいません。エンティティっていうのはこのデータに含まれているものの種類ですね。どこから A と B というものが含まれていて、それはタンパク質だと。でポリマーでっていうことが書いてあるわけですね。でその下のパネルが、このタンパク質の配列と、まあ、二次構造っていうのよく分かんない方は、まあ、スルーしていただいて結構なんですが、どういう配列でできているか、どういう二次構造を持っているかっていう絵が出てきて、さらにそのとこの部位が何か登録されているとこういうあのマークが出てきたりします。これはですね PS ってなんだっけ、なんか別のデータベースに登録があるとそれを拾ってきてくれます。あと結合部位ですね、この緑の玉が生えているように見えるところは、シス、あ、これはあれですね、うん、ダイサルファイトボンドですね、そういうのも出てきたりします。そういうことが書いてあるページです。あとは含まれる分子の詳細情報も下に書かれます。で実験、資料の42ページに行って実験情報のタブを開くと、この構造解析が、どういう条件でされたかっていうのが書いてあったりするわけですが、この緑色のアスタリスクですね、これ、PDBJ で独自に集めて、公開している情報です。本件の PDB にはこの情報は入っていません。まあいいや、ここはいいでしょう。で機能情報のページですね、資料43です。これは他のデータベースから、取ってきた GO ジオントロジーのところへ行って、取ってきたデータも付加されていたりします。これはあの緑のアスタリスクついてないので PDB の WWPDB として GO から取ってきたデータですね。で44、これがちょっと心配なんですが、相同、アミノ酸配列をブラスト検索してですね、相同タンパク質を取ってくることができます。ここをクリックすると、このタンパク質に似た配列のタンパク質の一覧を入手することができるんですが、みんなで一斉にやるともしかしたら見れてないかもしれないです。見れてない人はごめんなさい。こんなようにどんなふうに配列が似ているのかっていうのを一応表示してくれて、どんなふうに似ているかっていうのを立体構造で見ることができます。で構造の重ね合わせっていうのをクリックすると構造ビューアーが出てきて、で
そうですね、これ2種類の重ね合わせアルゴリズムがあるんです。これも分かりにくいですね、ごめんなさい。まあ上でいいでしょう。 RMSD で重ね合わせで、モルミルっていうさっき使ってた構造ビューアで見ると、まあこんな風に、ちょっと見にくいですが、赤と紫で、赤と青で表示されてて、違う部分を見つけたりすることができます。でもっとその高度な構造ビューアーに持っていくと、もっと詳しい解析もできるんですが、今日はまあちょっとそこはスキップします。というわけで、まあここは構造ビューが終わって、資料47ページ目ですね。で、個別の構造をダウンロードしたいときは、ダウンロードのタブの中にいろんな形式のファイルが書かれてて、ちょっと、最初戸惑うかもしれないんですが、まず一番世の中で有名なのは PDB という形式のファイルです。これPDB に登録したりとかしない人 も分子構造を扱う場合はですね、 PDB という形式のファイルが有名で、これを使う人がほとんどですが、これ今時代遅れになってまして、私たちデータベースの PDB の名前を冠しているフォーマットなんですが、もう今これ公式フォーマットじゃなくなって、下の PDBX っていうのがこれからの公式フォーマットです。で、まあこれから勉強したい方はですね、どっちかっていうとこの PDBXMMSHIFT っていう方を勉強していただけたらと思います。まあこの辺でいろんなフォーマットがダウンロードできますよということで、そうですね、シークエンス配列もここからダウンロードすることもできます。というような感じですね。で、これでだいたいその PDBJ のウェブサイトの使い方説明終わりなんですが、PDBJ の、まあ、こういう左上にロゴがあります。だいたい世の中のウェブページってロゴをクリックするとですね、ホームページに帰ることができます。で、どんな PDBJ でもその PDB の検索以外にもいろいろサービスやってまして、どんなサービスがあるのっていう、左に目にずらっとあるんですが、これ見ててもさっぱりわからないと思うんで、ここに必要なサービスを探すっていう、サービスを探すためのサービスがあります。ここに何かクリックしてみるとですね、下にこんなページがあります、こんなページがありますというのを出すことができます。で、そうですね、今日は構造生物学全然ご存じない方が多いということなので、もし何かその勉強する必要がある場合はですね、教育という教材、あ、これか、教材というのを私たちいくつかコンテンツを用意してまして、こういう講習会を私たちも過去やってまして、講習会の映像とかですね、まあこうあんまりないんですが、あと今月の分子とかですね、あとでちょっと触れたいと思います。辞典みたいなのも頑張って作ろうとしたりしています。こういうところも使っていただけたらと思います。で、40分で、残りの時間はですね、よろずみというウェブサイトので、使ってみることに当てたいんですが、ここから先はですね、ちょっとシナリオがあります。資料50ページ目ですね。タミフルという薬について知りたくなったという、そういうシナリオで考えてみましょうという。でインフルエンザ治療薬であるタミフルについて知りたくなったと。で、Google でタミフルって検索すると、まあ、ウィキペディアが出てくるので、さっきみたいにウィキペディアのオセルタミビルというページがヒットしたので、そこに行ってみたら、いろいろ勉強したら、そのタミフルという薬の成分はオセルタミビルだということが分かったと。あと、ノイラミニダーゼというタンパク質を阻害するということが、まあ、そんなこと書いてあります、ウィキペディアのページに行くと。で、タンパク質なら PDB って思っていただけるとありがたいんですが、そのタンパク質ということで PDB に来たと、まあそんなシナリオです。というわけで手順としてはですね、PDB のページからオセルタミビルを検索してみましょうという、そういうシナリオです。PDB のトップページ
トップページじゃない、ページのトップにある検索ボックスにですね、オセルタミビルと入れてみてください。さっきから言っているタミフルの成分の名前ですね。そうするとこれが検索結果です。あ、で、先ほど説明したみたいにですね、変換クエリってところにここにオセルタミビル、これがオセルタミビルのなんていうかアルファベットで書くとこういうこうですよってことですね。でちょっとここで寄り道したいんですが、ヒットしたものの中に、あ、まあ一番右化合物はそうですね、オセルタミビルそのものがヒットしてたりします。 G39 がこれオセルタミビルですね。でウェブページのところにですね、今月の分子というページがあります。ここへ寄り道してみましょう。これはですね、アメリカの PDB の人たちが、作っているサービスなんですが、それを、私たち PDBJ が日本語に訳しています。で今月の分子という名前の通りですね、毎月1個ずつこういうコンテンツを増やしていってるんですが、これを書いているですね、グッドセルさんという人がこの絵と文章を書いているんですが、この絵、この業界では有名な、すごいこう絵を作るのが上手な人なので、このグッドセルさん割とその点でこのページ有名だったりするんですが、ちょっとこの絵の、著作権についてはですね、ちゃんと読んで使ってください。今いろいろ変換の時期にあるのでどういう著作権になるのかよくわからないんですが、営利目的では多分今まだ使えないと思います、この画像で。はい、寄り道しました。ちょっとでそのノイラミニダーゼというのについて知りたくなった時に、まあちょうど読むといいページだと思います。ここで初めから最後まで読んでると時間経ってしまうので、今日は、要点だけ説明しますと、このノイラミニダーゼというタンパク質ですね、これなんとなく四角形っぽいタンパク質っていうことが分かっていただけると思うんですが、そこにこれはですね、インフルエンザウイルスが、インフルエンザウイルスが持っているタンパク質です。でそのウイルスが細胞から離れるときに細胞表面に引っかかってしまわないように、人間の細胞の表面に生えている糖鎖をブチブチと切るという、そういうタンパク質ですね。でオセルタミビルという薬、タミフルはそのこのノイラミニダーゼの邪魔をしますということが予定です。で、さっきのページに戻ってですね、検索結果に戻ってヒットした PDB のデータを見てみましょう。で、見ていただきたいのはこれ2件目のデータですね。一番上だと良かったんですが、2件目の 3CL0 ですね、このデータを開いてください。でこれ由来する生物種というところでインフルエンザ A バイラスと書いてあります。 A 型インフルエンザウイルスですね。 A 型インフルエンザから取れた、でタンパク質の名前なんですがノイラミニダーゼですね。これがノイラミニダーゼです。N1 って、あ、ここだな。で、N1 ノイラミニダーゼと書いてあります。これ H1、N1 とかよく言うんですが、その N1 ですね。N はノイラミニダーゼの N です。そのタンパク質です。で、ここからよろずみに行きたいんですが、よろずみへのリンクは、右側の他のデータベースのとこに、Y で始まる3つ目ですね。よろずみというのがあります。そうするとですね、Java という実行環境を使いたいので、このような許可を求める、パネルが出てくると思います。これで毎回聞いてくるんで、これうざったいんで、ぜひここにチェックをして実行をしていただけたらと思います。これこの人たちを信用しますかっていう質問なんですが、Java を作っているオラクルという会社はちょっとさすがに信用してあげようというよと思いますので、今日はこれチェックして信用してあげてください。で、こういう質問が来ます。
これも許可するにしてください。一応ちゃんとした会社です、オラクルは。でそうですね、あの PDBJ のをもう信用するかっていう質問なんですが、僕らも先ほどから言ってるようにちゃんと審査されている組織なので信用してあげてください。でそうすると左側に出てくる、これは先ほどとは違う JMOL という構造ビューアーなんですが、ここにノイラミニダーゼの構造が出てきます。ここまでよろしいですかね、皆さん。ちょっとついてこられてないという方いたら、これ53ページですね。でこの JMOL という構造ビューアーもあのマウスの真ん中をコロコロすると拡大縮小できたり、いろんな方向を向けれたりするわけですが、で、このページは一体何と思ったらヘルプですね。これはもうソフトウェアとかウェブサイトの鉄則ですね。ここに書いてあります。よろずみ、これよろずみと呼んでほしいんですが、万にを見ると書いてよろずみと呼んでほしいんですが、よろずみは生態分子の三次元構造を気軽に眺めて見て動かして回して学んで楽しむためのウェブページですということで、今日のこの講習も楽しんでいただけたらと思います。で、このデータの構成要素をチェックしてみましょうという54ページ目ですね。構成要素という、上にボタンがあるので、その上のボタンを押すとパネルが開くようになっています。でそうするとこの構造データを構成している要素がずらずらと出てきます。で、最初は L 型ポリペプチドって、これタンパク質のことですね。タンパク質が、チェーン A というものが含まれている。インフルエンザ A 型インフルエンザウイルス由来のノイラミニダーゼですね。で非ポリマーとして登録されているのがあの G39 というさっき説明したんですが、これがオセルタミビル、タミフルですね。であとはあの非ポリマーで、カルシウムイオンだったり水だったりが登録されています。でそのオセルタミビル、タミフルですね、これはこの構造の中のどこにあるのっていうことなんですが、まあこの構造データも見たら分かってしまうんですが、このボタンを押すとですね、 G39 っていうボタンを押すとピカッと光ってアップにされます。タンパク質のボタンを押すとタンパク質全体がピカッと光ってタンパク質全体を見る。でタミフルをクリックするとピカッと光ります。まあ複雑な構造データは多分こういう機能がとても役に立つんだと思います。ああそうですね、カルシウムイオンはどこっていうふうに書くとここにあるよっていうふうに出てきてくれます。で、先ほど今月の分子では見た絵ではオセルタミビルじゃなくてごめんなさい、タンパク質の方ですね、ノイラミニダーゼっていうのは四角形っぽい形してると説明したと思うんですが、今見てるこの構造はですね、なんかあんまり四角くないですね。これは実は4個でこのタンパク質が4個集まって作る、形が働く時の形です。でそういう構造っていうのを生物学的単位とか生物学的、アセンブリとか呼んでるんですが、そういうのを見るのが、このデータというパネルですね。一番左にあるデータというパネルを開くと出てくるところで、登録されている構造はこのような、丸っこい構造で、生物学的単位として1番ですね、これをクリックするとさっきの絵にあったような四角形っぽい座布団みたいな形の絵が出てくると思います。こうやって見ることができます。で、よく分子の構造の絵とかですね、こういうひらひらしたリボンの絵だったり、あるいは原子一個一個玉で描いたりしているような絵がありますよね。そういう絵にしたい場合はスタイル、表示のスタイルを変えるのはスタイルです。スタイルというパネルを開くと、まあ、お任せスタイルというのがある。適当にこういうのをぼちぼち押してみるとスタイルが変わります。 CPK モデルですね。こんな風にしたり、この今57ページにあるような絵にするには、これかな、大きな複合体の3番を押すとこんな感じですね。タミフルがここにひっついているのが見れますね。
まあ、こんなふうにスタイルを変えることができます。あと資料にはないですけども、画像を保存したいなというときは表示のパネルの中に、画像保存というのがありますね。なんか気に入った絵が描けたらここで保存してみたらいいかもしれないです。で、ここちょっと JMOL のバグがあってうまく動かない場合は右クリックすると JMOL の中で右クリックすると、いろいろ保存とかファイルで保存とかあったと思います。 JPEG とかいろいろ保存したりもできます。で、今ちょっと使ってみてる JMOL なんですが、ちょっとだけこう、自己紹介というか紹介させてもらうと、よろずみっていうのはですね、まあ、今見てるように3次元構造を見ることを主題としたウェブサイトなんですが、本来はもうちょっとこうややこしい、プロが見てもややこしい構造データを簡単な操作で分かりやすく見たりするために作ったページです。で、今日は話ししないですが EMDB というデータベースにも対応しています。で、EMDB は今日は飛ばして、僕はそっちの方が実は専門なんですが、で、普通ですね、一般に構造データを研究者とか利用者が見たりするときって PDB とかからダウンロードして、それをユーザーが自分の好きな構造ビューアーにロードして見たりすると。で、配列情報はまたユニプロットだとかそういうところのデータベースにアクセスするということで、割とややこしい作業なんですよね。で、それをもっと単純にしたいと思って作ったのがよろずみです。で、よろずみだったらもうよろずみにアクセスしたら、PDB とかもすぐに表示してくれますし、関連データベースの情報も見せてくれるということで、こういうことを目指している、そういうウェブサイトです。で、付随情報っていう話をしたんですが、こう左側には構造ビューアーがあって、右側にはまあいろんなこの構造データに付随している情報を見たりすることができるということですね。で、よろずみにアクセスするには今 PDBJ のページから来たんですが、Google でよろずみと打っていただいたら多分ヒットしますし、まあそれでたどり着いていただけるかと思います。先ほど来たように右側の PDBJ のトップページの左側のメニューですね、それにもあります。で、さっきの続きに戻りましょう。で、時間まだ大丈夫ですかね。12時半まででしたよね。あと30分あるので、もうちょっとマニアックなことをやっていきたいと思います。はい、はい、で、資料66ページ目ですね。これウェブいろいろ機能ついてますが、ウェブページなので再読み込みをしたらもう一回最初に戻すことができるんですが、 IE って再読み込みってどれなんだろう。あ、これか。アドレスが書いてあるところの右側にぐるぐるっていうこれがあるんで、これを再読み込みですね。あるいは F5 っていうキーを押すと大抵のブラウザは再読み込みされるようになってます。これで最初の状態に戻りました。あ、っていうかパネルの、順番はこれ覚えるように作っているので、最初には戻らないですけど、で、よろずみっていうロゴが左上に書いてあるんですが、それに、設定というボタンがある。で、これでちょっとマニアックな設定にしてみましょう。多機能モードというのがあります。そうするとバッとパネルの数が増えてですね、パネルの内容も増えます。で、今非常に素晴らしいパソコンでぐりぐり動くんですが、ちょっと遅いパソコンとかの場合はですね、このビューアーのところをクリックすると出てくる、あれ、機能モード、表示パネルか、表示パネルに出てくる
ちょっと多機能モードにしちゃったんでいろいろあるんです。高画質っていうここにあるんで今高画質モードになってるんですが、画質落とすともっと、ちょっと残念な絵になりますが早く動くようになると思います。まあ今日は立派なパソコンなので高画質でいいでしょう。そんな設定ができます。でですね、実はですね、このタンパク質、このノイラミニダーゼですね、タミフル耐性のインフルエンザウイルスから取られてきたものです。で今から見ていくのは、なんでタミフル耐性になっちゃったのっていう、まあタミフルくっついてるんですが、あんまり居心地がないくっつき方をしているというわけですね。でそれを見ていきたいと思うんですが、これがくっついている結合部位ですね。ここの、タミフルに、配位しているタンパク質側鎖を見るという作業をしたいと思います。でそういう作業をするには、手順機能部位というパネルが増えているはずなのでそれを見てみましょう。緑色の 右上のパネルの中にある機能部位というのを開くと緑色の機能部位のパネルが開きます。でここは、先ほどから何回か触れているんですが、このデータに登録されている結合部位とか何とか部位とかですね、典型的な配列とかそういうのがリストアップされるんですが、このデータは2箇所ですね。カルシウムイオンの結合部位 と、G39 ってこれがタミフルですね。タミフルの結合部位を見ることができます。でリガンドって押すとこれですね、タミフルそのものが選択されて、 V っていうところを押すとこの PDB に登録されている PDB の人たちがタミフルに結合していると決めた部位がピカッと光ります。でこうピカッと光っててもですね、原子が今見えてないです。こういう表示ではあんまりその原子一個一個表示しないのがなんとなくのルールなので、ここだけ見たいなという時は、そのスタイルですね、さっきスタイルをいろいろ変えてみたんですが、このマニアックな多機能モードではですね、すごくいろんなスタイルにすることができます。で、原子というスタイルっていう表の中の原子っていう列があって、そこに棒っていうボタンがあるので、棒って押すと、この結合部位のアミノ酸残基だけ側鎖がきちんと表示されます。で今時割とこういう書き方をすることが多いので、こういう表示をする設定にしているんですが、こんなふうにですね、タミフルに配位している側鎖だけを見ることができます。で、表示パネルを見ると、右上にある表示のパネルを見ると、これもさっきよりも内容が増えてまして、ズームスライダーっていうのはこうズームを、まあこれを使うよりはまあマウスのホイールがちゃんと動くんだったらマウスホイールを使った方がいいでしょうね。これとか、あとはですね、その下に断面っていうスライダーがあるんですが、これで手前側奥側の邪魔な部分を消すことができるわけですね。よくこの構造の論文なんか見てると、その結合部位のこういうズームアップしたところは後ろ側とか手前側を消してある、こういう感じのビューになっていると思うんですが、そういうのをこのヨロズミで簡単に再現することができます。で資料68ページ目ですね。ここで書いてあるのは、このヨロズミというか JMOL に限らずですね、構造多くの構造ビューアーではその何かを選択して何か操作するというのが基本的な作業のパターンになっています。ワードで文章を作っている時にある部分の文字だけ色を変えたいとか太字にしたいとかいう時はそこを選択して、太字とか赤にするとかするんですが、構造ビューアーの場合はある部分を何らかの作業で選択して、今は今回は、結合部位のアミノ酸だけ選択して表示変えたんですが、まあ、そういうノリでやっていくのがこう世の中の構造ビューアーですね。でこのよろずみはですね、スタイルとかこういう
指で指しているアイコンが出てるんですが、これが今選択状態にあるよっていうサインです。でこれがあるところで何かすると、その今は選択している要素だけに何か押したものが反応します。なので例えば空間重点って押すと、ここだけ今選択しているものだけスタイルを変えることができます。あるいは隠してしまうということができます。で今結合部位を見てますが、資料69ページ目ですね。この構造ビューアーの中で、この側鎖は何っていう、 こうボタンをクリックすると、コマンドというパネルの中に今クリックした残機の残機とか、どんな原子をクリックしましたか、 A というチェーン、 A という鎖の中に入っている残機、これですね、436のCA だから Cα の Cα をクリックしたか、まあこうクリックするとそのアミノ酸とか原子とかの説明が出てくるわけですね。でまあわざわざクリックしなくてもですね、実はこうマウスを置いてちょっと離しておくと今出てるんですが、 JMOL がもう最初から持ってる機能としてこの原子の名前を教えてくれます。ピコッとポップアップ黄色くしてますが、それを見ることもできます。で、距離を測りたい場合はですね、例えばこの原子とこの原子の距離を測りたい場合、ダブルクリックをします。そうすると、距離測定モードに入って、もう一回クリックするとそこまでの距離。で、まだ残ってるんですが、あと角度を測ることもできます。ピコッて。でまあだらだらと作業を続けるとどんどんいろんな情報が出てくるんですが、それは右側のコマンドパネルに距離が表示されます。というのが69ページ目ですね。次70ページ目に、資料70ページいきますが、変異残機を見るというところで、構成要素っていうパネルがあります。これ先ほども見たんですが、ちょっと高機能モードにしてから表示される内容が増えています。でここにはですね、タンパク質のアミノ酸配列も表示されまして、これアミノ酸配列をダダダッとこう選択するとですね、うまく選択するとその選択したところが、ここで選択した場所がビューアーでも選択されます。なのでこれこのタンパク質の N 末端はどこっていう、アミノ末端はここですねっていうのがこうやって選択すると分かるわけですね。で C 末端はこうやって後ろ側を選択すると、末尾側がこういうふうになっているのねっていうのを見ることができます。でそのこの構成要素パネルの中に変異残機が PDB のに登録されていると、こう変異残機を選択するボタンが現れます。このデータの場合は、ここが変異しているのでこういうボタンが現れます。でタンパク質の研究の中ではですね、これ暗黙の了解的にこの H が Y に274番目の H がヒスチンがタイロシンに変わったという時はですね、こういうH274Y とかそういう書き方をされます。これは変異ということです。で この先は実は論文読まないとわからないんですが、この変異のおかげで、タミフル耐性になっているというわけですね。このタンパク質はでタミフル耐性にした残機はどこだというのを見てみると、ピカッと光ってますね。ここがちょっとわかりにくい、ちょっと離れてみるとわかるかもしれない。というわけで分かりますかね。ここがピカッと光ってて、今ちょっと見にくいので、じゃあスタイルを変えてみましょう。スタイルというパネルを開いて、変異残機だけちょっと特徴づけるために9と棒にしてみます。そうすると、見えてくるのはですね、隣にある、ごめんなさい、ややこしいですが、表示で、手前を隠すとこんな感じになるんですかね。
これが変異した残機です。これのせいで、これ少し隠そう。これが変異したせいでタミフル耐性になっているんですが、結合残機ではないです。結合は直接はしていません。結合している残機にちょっかいを出しているから結合しなくなっているというのが見られるんじゃないかと思います。で、まあこれ以上詳しいことはですね、また専用のビューアとか見て使って見てみないとわからなかったりするし、まあ論文を読むべきなんでしょうが、そうですね、論文を読むのはですね、そう、リンクっていうパネルがあるので、そうするとこれネイチャーの2008年の論文 にリンクがあります。これ論文見たらもう少し詳しい説明が読めると思います。で、そう、表面構造を見てみるというのは71ページ目ですね。ちょっと話題を変えてみます。よく論文に載っている赤と青で表面の電荷を表示しているのはこれでも見ることができまして、その手順はスタイルというパネルの、今までスタイル変えてたのはその原子の表示だったんですが、表面を変えたいときは表面っていうタブをクリックすると出てくるところから見ることができます。でここで電子密度とかも見れるんですが、まあ多分そういうマニアな方は今日はいらっしゃらないと思います。で、F サイトというですね、 EF-サイトというサービス、これも PDBJ が協力しているサービスなんですが、ここのリストを取得っていうのを押すと、その表面のチャージを計算したデータベースからデータを引っ張ってくることができまして、これはチェーン A が登録されているということですね。なのでチェーン A をクリックすると表面データを取ってくることができます。ちょっと時間かかりますが、これで今取ってきました。で今ズームアップしているところなので全体見にくいですが、表示パネルでこれですね、手前側を隠すのをやめにしてリセットを押せばいい。でちょっとマウスのホイールで離れたところから見てみると、ちょっと中心がずれちゃってますね。で、中心をタミフルを中心にしたいときはタミフルを表示で、違う、構成要素でタミフルを選択するとタミフルが真ん中になりますね。こんなふうに赤い中にいるので、このマイナスにチャージされているということですね。そういうところに入っているという、この薬が入っているということがわかると思います。であとですね、この G39 っていう、これがタミフルなんですが、これのもうちょっと詳しい情報を見ようと思った時はここに書いてあるですね、 G39 のリンクをクリックすると、これはよろずみでこの G39 を見たということですね。これ、今見てる構造、理想的なというか理論構造なんですが、さっき見てたのは実験構造、今これは理論構造、そういうのを見ることができます。で、あるいは他の PDB に登録されている G39 がどうなっているか見ることもできますし、また別のデータのどんどん見ていくことができます。で、このデータに関する名前ですね、これが正式名称で、だらだらと長い正式名称なんですが、オセルタミビルという名前がついてますよ、別称がついてますよということを見ることもできますし、他のデータベースへのリンクもどっかあったと思います。リンクですね、まああんまりないですが、パブケムとかリガンドボックスとか別のデータベースのリンクもあります。
11しかまだちょっとありますね。で、PDB の構造を触るときにですね、ちょっと多くの方がつまずくことがあるんで、ちょっと難しい内容ですが、ちょっとだけお付き合いください。73ページ目からのところですね。PDB に登録されているデータっていうのは、実は8割型、結晶構造です。タンパク質の結晶を作って、あるいは核酸の結晶を作って、それに X 線を当てて、出てきた点々から、構造解析をするということがほとんどなんですが、その結晶構造解析っていうのは結晶の中にあるタンパク質の構造を見てるわけですね。なので、構造解析しているのは結晶です。単体じゃないです。なので構造データも結晶の中にあるものとして出てきます。で、結晶っていうのはその実際はせいぜい数ミリの大きさなんですが、大きくても数ミリ、普通は何ミクロンとかサイズなんですが、それ計算機の中では無限に続く、無限にそのタンパク質が並んでいるというものとして解析します。ですが、そのデータベースに無限に続くデータを登録するわけにはいかないので、最小単位を登録するようにしましょうという、このポンチェでいうところのこういう結晶だったら、緑色の矢印ですね、こういう構造を登録しましょうというルールになっています。これはこのタンパク質が2量体で働いていようが、この実はこの矢印の半分だろうが、そういうのは関係ないです。これどういう計算をしたかっていうのが、これを決める決め手になります。なので、それがそうですね、75ページ目で、実はこういう部分が本当の機能単位かもしれないし、この四角またがって別のものとくっついているのが機能単位かもしれないです。で、こういうパターンいろいろありまして、その教科書とか論文に載っているような絵と違う構造が登録、違う見た目一見違うのがたくさん登録されています。ここで例をいろいろ書いているんですが、例えばPDB で開くと3量体で出てくるんですけども、実はこのタンパク質は単量体で働くとされています。あるいはこう円盤型のものが、1個しか見えないんですが、実はこの円盤が2枚重なったものが14量体の、これが、この場合は機能体です。だから大きくなったりもするし、小さくなったりもします。で、その他の、集合体として、例えば螺旋対象にどんどん続いていくようなものが登録されている場合は、その1個しか、繰り返し単位しか登録されていなかったり、球状ウイルスの3次元構造の場合はですね、その球状ウイルスの、これは正二十面体対象というもので、正二十面体対象というのはその実は60回の対象を持っているんですが、その60分の1の構造だけ登録されているわけですね。で、その60分の1の構造と、これをどういうふうに配列させていったら元の構造に戻るかっていうのも、その PDB のデータにはあるので、それを使ってさっきよろずみではその生物学的単位っていうのを再現してたんですが、まあそういうルールになっています。というわけで、この生物学的集合体っていうのをもうちょっと実際のデータで見ていきたいと思います。で、さっきのよろずみに戻ってですね、この化合物見てたのを閉じます。よろずみに戻って、今はタミフル見てたんですが、別のデータを開きたいときは、まあもう78ページ目の手順のところに入ってるんですが、開くっていうパネルがあるので、ここに ID を入れると、その ID のデータを開くことができます。で、ここでは 3IXK ですね、これを開いてみたいと思います。こんな3量体のものが出てきました。3色になってますね、赤青緑。で、これの構成要素を見てみます と、L 型ポリペプチド、タンパク質がチェーン A とチェーン B とチェーン C、 3色の、3つからできているということが分かると思います。で、あと化合物とか水とかがこのデータには入っています。で、3色表示されているんですが、データというパネルを開いたときにの、登録構造というのは3量体ですね。
で、集合体、さっきもこのボタン触ったんですが、集合体このデータに関しては3つ登録されています。で、1ってのを押すと、青いところが出てきますね。これが一つの集合体っていうと、なんかこう集まってるような雰囲気があるんですが、これが機能単位です。一つので、2って押すと今度は緑色のが出てきますね。3っていうのを押すと3番が出てきます。で、これさっきの、構成要素パネルで、B っていうのを押すとですね、今もう B は消しちゃったので B 選択されないですね。 C が今表示されています。なんとなく分かっていただけましたかね。そんな感じです。で、まあ同様のことを 3K0G というので試してみましょう。 3KLG を開くのは開くパネルで 3KLG です。3K0G ですね、ごめんなさい。開くで、まあこれでもいいんですが、開くで 3K0G ですね。で、これで出てくるのはなんか細長い構造ですね。2色の色、2種類のチェーンが入った細長い構造が出てくるんですが、これのデータの見てみると、実は生物学的単位として登録されているのはなんか4本のチェーンですね。こういう形をした、これイオンチャネルっていうタンパク質なんですが、これ細胞膜に埋まってて、特定のイオンだけしか通さない、そういう穴ですね。で、葉緑体の真ん中に原子がいくつか見えてるんですが、これがその特定のイオンが通ってるところを表示、ちょうど構造を解析していると、そういうデータなんですが、これちょっと分かりにくいですね。先ほどの登録構造は2本のチェーン、これをこの2本のチェーンをどう集めてもこの4両こういう形にはならないと思うんですが、それは実は秘密がありまして、その下の方にある単位格子のところですね、これを押すとちょっと謎が分かるかもしれない。これ結晶の中ではこういうふうにずらずらずらと並んでて、そのずらずら並んでいる単位がこの四角の一つだということです。先ほどのプレゼンの資料で見たこれですね、これがユニットセルっていう単位格子っていう単位なんですが、それが、これです、この四角です。ちょっとはみ出してますが、これ単位格子は無限に続いているものなので、これ反対側にはみ出しているってことはこっちにいるってことですね。よくテレビゲームとかで右に出てくると左から戻ってくるっていうのがあるんです。そういう感じのものです。上に突き出しているっていうことは本当はここにも同じものがいるってことです。で、この中の実際にはなのでこういう、一つの単位格子の中にこの4両体のタンパク質が1個2個3個4個あるということですね。ちょっと分かりにくいと思います。まあ、実際ソフトを使うときは、まあ、あんまりこういう難しいことは考えずに集合体の構造を見たいと思ったら、なんか何かしらこういう機能がついていると思うので、こういう機能にアクセスしたら、その論文に載っているようなこういう絵が見られると思います。あと10分ですね。ちょっと時間あるかな。うん、ささっとやっちゃいましょう。ちょっとまあ最後はついてこれなくても、まあ80ページ目ですね。3F7Y を開いています。開くパネルの 3F7Y 開かない。これも、生物学的単位として登録されてて、これもイオンチャネルなんですが、4両体のうちの4分の1が、非対称単位となっています。で、これ2番を選択すると、
これを見ることができるんですが、周りにですね、これ抗体っていう分子がついてて、これが邪魔なんですよね。これを消したいというのが今からやりたいことでして、で、これを構成要素パネルで、見るとチェーン A とチェーン B っていうのがアンティボディ、抗体ですね。抗体ということが分かります。なのでチェーン A を選択してスタイルで選択したものを隠すというボタンがある。でチェーン構成要素チェーン B も選択してスタイルで選択した要素を隠すと、そうするとイオンチャンネルだけにすることができました。構成要素パネルのチェーン C ですね。これが本当に見たかったものです。でこれピカピカ光って邪魔な時はこれ光らせるっていうボタンを押すと光ってるのがなくなりますね。これでイオンチャンネルの真ん中にイオンが通っているのが見れると思います。ちょっと最後駆け足でしたけどこんな感じですね。でまあそんな感じでこう論文に載ってるような絵を自分で書くことができると思います。で最後にですね、今見てたようなの画像を保存するのは簡単にできるんですが、ちょっとその画像の使い方について、何点か理解していただきたいことがあります。構造データそのものはですね、最初に言ったようにそのもう何してもいいデータです。パブリックなものです。パブリックドメインと呼ばれているもの、ちょっとなんていうんだ、分かりにくいかもしれないですけども、何をしても誰にも文句言われないものなんですが、画像についてはですね、絵にした瞬間にもうそれ著作物になりますので、いろいろ著作権が発生します。で PDB のデータを使って、あなたが作った絵の著作権はあなたのものということで、別に絵を作った方は僕らに何も断らずにそれをご自由に使っていただいて結構ですが、PDBJ のウェブサイトにある絵とかですね、そういうのを使った場合、あるいは PDB のデータを使った場合でもできたらですね、 PDBJ からデータをダウンロードして使ったよとか、そういうことを表記していただけると嬉しいなということです。画像を使った場合はこの文言を必ず書いていただけたらと思います。日本タンパク質構造データバンクか PDBJ ということで書いていただきたいと思います。で先ほどちょっと見た今月の分子についてはですね、今2点3点しててちょっと分かりづらいんですが、もうちょっと厳しい使い道に関する規約があるので、ちょっと最新のものにアクセスして絵を使いたい場合は調べてから使ってください。でそれとは別にですね、皆さん、科学者か科学者みたいな方だと思うんですが、それ科学者としてのマナーとして、科学的な出版物に、立体構造データを載せた場合は PDB の ID を書きましょう。やっぱりこれはなんとなくマナーです。あとそれとはまた別に、構造を表示するソフトウェアを使った場合はですね、そのソフトウェアの名前を書くことが約束されていることが多いです。ここに書いてあるキメラというソフトウェア、有名でフリーのソフトウェアなんですが、非商用ではフリーなんですが、それを使って絵を描いたらキメラの名前を書いてくれっていうのが指定されています。あとさっき使ったよろずみはですね、先ほども紹介ありますが、統合 TV の統合テレビのコンテンツも用意されているので、さらに詳しく知りたい方はご覧いただけたらと思います。そうですね、あとよろずみ自体もチュートリアルみたいなのを作ってるんですが、これちょっと最新じゃないので使い勝手良くないかもしれないです。そんなところです。PDBJ のサイト行ったらですね、最初に言ったように質問の、ヘルプとかお問い合わせというところがあるので、今日の講習会の内容でわからないところとか、もしあるいは PDB の使い方でわからないこととかあったらですね、ぜひこちらへ
お問い合わせしていただけたらと思います。